はい、おはようございます。ご飯の時間です。今日はですね、クロケン&マオイが、不動産屋回りをしますので、朝早く、ご飯をあげて出かけます。はい、はいはい、はい、みんなお腹が空いてるのね。はい、どうぞ。えらいね、ちゃんと守ってきてね。ジャン君はどこにいる？ジャン君はお腹が空いている様子じゃなく眠いのね。そうね、背中ぽっこ。いい感じで寝ています。後でゆっくり食べてね。そしてアンズさんはどこ行っちゃったかな？アンズさんはいないんですよ。またどっか行っちゃいましたね。何か感じ取ったのでしょうか。いる？あ、お出かけムードが見えるってことね。アンズさんは自分に被害がなくてもお出かけの雰囲気があるとどこかへ隠れます。下かな、多分ね。ジャックじゃなくてアンズちゃん、上の箱にはいなかったね。多分いないと思う。ここ置いとくよ。でも置いといてね、早くすぐに食べられちゃうよ。じゃあ食べといてね。いいお家を見つけますからね。じゃあ本日して食べよう。綺麗ですね。あ、トイレも綺麗。ただいま、ただいま帰りました。ジャン君、ジャン君、ただいま。よいしょ、ポンちゃんはここ。あ、これ見て、ベッドの中です。ほほう、シュン。はい、カオリン、ただいま。ただいま、カオちゃん。お留守番、こんなことになってますね。カオリンさんでしょ。そうですね。そしてアンズちゃんはいないな。はい、いつものようにアンズちゃんは行方不明。ちょっとカメラだけ行ってみますけど。あ、いたいた、シャーいました。アンズちゃんとカオリンはシャーですね。え、カオリンも行ったの？はい、ただいま帰りました。皆さん、お留守番ありがとうございます。アンズちゃん、どっちなの？はい、早いね。よいしょ。はい、どうぞ。晩ご飯。あ、間違えちゃった。何？全部重いのよ、かおちゃんなのに。どうしよう。あ、あずちゃん。じゃあ、あずちゃん、そこで食べる？はい、どうぞ。かおちゃんの方で、いつもちょっとだけ多くしてるの。あずちゃんばりさ、なんだっけ、ウェットをいっぱい食べないから、かおりんは、カリカリをあんまり食べないからと思って、ちょうどいいやと思って。逆になったそうですよ。ちょっと間違えてしまいました。ピンクがアンズちゃんで、水色がカオリンっていつも決めてるので、間違えちゃった。